皆さんこんにちは、大西洋平です。皆さんこんにちは、伊勢大輝です。よろしくお願いします。僕は伊勢さんのガンダムのGロスト公演を見させていただいて、はい、ありがとうございます。ちょっとショーが終わった後に歌われたんですけど、完全にこうショーに溶け込んでてマジですか。そこが子供たちから見たら、ね、ヒーローの後にもう一人ヒーローが出てきたっていう感じになってて、とても素晴らしかったです。勉強になりました。これからもGロスト公演で意外と階段が急なので気をつけてそうですね、僕はですね、楽しかったことはとにかくやっぱり地方によく行くので、子供たちがやっぱ全然反応が違ったりするんですね。なんかすごくうわーって盛り上がってくる子もいれば、なんかこうやってぼーっと見て、これ何なんだろうって見てる子たちもいたりとかして、なんか場所によって反応が様々なので、それはすごく楽しいなって歌ってて思いました。大変なことは何と言っても移動です移動がね、やっぱりね、朝が早かったりとかすることがあるので、それだけは ね気をつけていただけたらなと思います。でもあと移動中にどれだけ休めるかとか、どれだけ準備をするかっていうのは多分もしかしたら難しいかもしれないです。いきなり着いて準備して歌うみたいな感じなので、頑張ります。朝方に切り替えて一緒に起こしてみましょう。それでは2月15日から放送の始まります手裏剣戦隊ニンニンジャーを歌で盛り上げていきます。よろしくお願いします。大西洋平でした。はい、僕も歌って踊ってこの2人でニンニンジャーを歌で盛り上げていきたいと思います。伊勢大輝でした。それじゃあありがとうございました。バイバーイ。